それでは、パウロ秋元牧師賛美チームによる回収賛美の後に、パウロ秋元牧師に、メッセージを取り継いでいただきます。お立ちできる方はお立ちください。賛美をしたいと思います。
私の導きの道をあなた方は選び、それを全うしてください。その時あなた方は最善を見、また私の栄光の流れを見る表彰をします。ですのさらに神の計画というのは教会を具体に非常に大きな計画へと移行していくとしか言います。その中で特に人間的にできるかできないかという基準ではなく、御心か御心でないかという事柄に立って、この信仰を持っていらっしゃいただきたいと思います。私に頼っていきなさい。たとえあなた方にその力がなく、その技術がなかったとしても、私はあなた方を通して働き、私が技をなし技を全うさせていただきたいと思います。特にこれからの、彼のご計画というのは、こう人間的には不可能と思えるような事柄が多くなってくるとしか言えます。しかし神の言葉のみがあり、信仰を持って祈って踏み出していくという事柄が、この各理由において増えてくるので、信仰的に聞くことがないようにとしか言えます。それであなた方は恐れることなく進んでいください。私の言葉に対して、あなた私の言葉にあって進む中で、あなたが私の力のあれ、あなたの声のあれ、この彼の言葉は真実であり、聖徒自身は誠実な方であり、神の時に神の言葉は成就するとしています。神の ありがとうございます。またセミナーありがとうございます。さあ御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神の主が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお座りください。聖書を開いていただきたいと思います。ヘブル書の10章を読んでいただきます。10章の19節ですね。こういうわけですから、兄弟たち、
私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖殿に入ることができるのです。今日はこの箇所を中心にお話をいたします。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます。こんにちは。1分動画できてますので、多分それから見ていきます。黙示録は主にですね、患難時代の7年間に関して、述べています。今、それがですね、ちょっと言われてますけれども、患難時代の7年間は、何から始まるかといいますと、反キリストによるですね、中東和平から始まります。ですから、
これが一つポイントであろうがあると思ってください。そして、前半の 3.5 年と後半の 3.5 年に分かれて、最初に、7つの封印が開けられます。そして7つのラッパが鳴るわけですね。で、7つの封印と7つのラッパはこの前半の ですから、賜物を中心に準備をするということは非常に重要な意味合いがあるということで、ね、ください。それとともに、これは、非常に困難な時代になってますけれども、神様はですね、信仰によって勝利するということです、ね、ですから、私が神様に頼るときに、また祈るときに、従うときに、特別な人の技を持って、で、また、困難が来るということから恐れる、そして、料理するということは非常に重要なことであります。こういうふうに思います。そしてですね、この 3.5 年目に空気を空気というのは、クリスチャンを天に支えめる、ね、どうしたのかというと、もちの 3.5 年というのは大患難です。患難時代のというのは特に困難です。またここに、存在するクリスチャンは殉教してしまいます。ですから、ここから守られるために天に立ち返る、これが起こっているんですね。しかしですね、この景気は全員ではないんです、ね、景気をされる人と景気をされない人に分かれています。今アメリカを中心にこの景気の映画がいろんなところで放映されていますね。もう直接そういうことを言ってるわけですよね。そしたら、ある方がこう言われたそうなんですね。なんかね、自分には景気の自信がない、ね、不安だと、ね、私は景気しないんじゃないかと、ね、そういうふうに言われたそうですけど、それはですね、もちろん考え方が違うんですね。景気はですね、できない。皆さん全員提供されることは可能です、ね、で、なぜ可能なのかって言いますとね、これは立法と信仰の考え方なんです。で、旧約時代は立法の時代で、今は信仰の時代です、ね、で、立法というのは何かというと、自分の力で、そして神様のいわゆる、立法を全うする。これは立法の信仰というのは何かというと、神様、これは信仰ですね。で、これが一つ大きなポイントとなります。そして多くの方々は景気を考えるときにですね、試験と考えたら、いいと思います。これに近い考え方をします。例えば入学試験があって、100点満点だと、そして合格点が70点なんですよね。そうしますとね、自分はこれを超えられるだろう、まあ、ある方は30点だと思ってますよね。ある方は60点、ある方は10点、20点、想定にどうなるか、こういうふうに考えるとか、これ立法的な考え方です。そしてですね、実はね、こういう考え方じゃないんです。ルカの福音書の ルカの福音書にパリサイ人と、それから、主税人の話が出てきま す、ね。そして、このパリサイ人と主税人の話の中で、このパリサイ人はね、こういうふうにですね、私は十分の1を納めていて、こういう立法もやってるし、こういう立法もやってるし、こうい
私たちが立法を守ろうとすると新約聖書なんですよ。罪人であることは分かる。また私たちが本当に立法を全うできないというのは分かる。ですからこの人が立法を全うできているというのは表面的なことなんです。しかし彼はそう思う。ところが自然には何かというと、立法を全うしてなかったんですよね。この罪人の私を許してください、助けてくださいって神に言われている。これは実は立法とそして信仰ある。で、行動から言ったら、ね、こっちの方が表面的に言ったらね、差がある。この人はおそらく何もできない。じゃあどちらが良しとされたのか、義とされたってことね。こっちの義とされるってのは2つ意味です。一つは罪がいるから、そしてもう一つは正しいとか。パリサイ人ではなくて神様に叫んだ方が正しかったから、行動は全然差がなくて、どうする？信仰による、信仰による罪ですから、信仰がポイントであるという。じゃあどうしたらいい？具体的にこう言いますが、一つはですね、目を覚ましてみなさいですね、催眠に関して、経験に関してね。で、目を覚ましてみなさいっていうのは、常に注意をしてみるということですから、私はこれをお勧めします。皆さんが毎日、提供していただいているように、神様のように、提供の条件というのは、提供の条件を果たすことができるように祈る。ね、祈るっていうのは信仰だ。そしてね、どうするか、神に従う。これは信仰です。そしてね、皆さんね、どうぞ皆さんね、提供の中では、たとえ私たちがですね、それを全うできなかったとき、自然のように、神様、そのものが提供の中に、こういうふうに、こういうふうに思います。それで、勢いのビデオなんですね。
So please join us. And Israel is a special place. And for us Christians, it has a deep connection. Going to visiting there is not only a sightseeing trip, but it has some spiritual meanings. Please come, therefore. And when I first went to Israel, I started our church. I had about 2 million yen. でね、で200万円を使いっていくっていう形で計画を立てたんですが、最後の最後に余ったやつを通して主が言われたんですね。韓国に断食に行きなさいって言われたんですね。それで韓国に断食に行ってお金をなくなったんですね。でそうしましたらその後、家族でパトモスにチームとともにね行きなさいと思ったんですね。当然無理だと思いましてな、私の給料の10倍にかかりましたからね、そんなことできるわけないと思ったんですね。そうしましたらそれで私もう全然諦めてたんですね。そしたら、ね、精霊に言われたんですね。何かというとあなたは祈ってませんね、祈ってなかったんですね。で答えられると思ってなかったんですね。それで悔い改めてお祈りしたんですね。そしたらね10倍与えられたんですが、実は15倍与えられたんです。それが、7月にパトモスに行きなさいと言われたんですが、15倍与えられたんですよ。でそのこと言われたんですね。その5倍で10倍はパトモスになりましたんですね。イスラエルに行きなさい。それで私5月にイスラエルに行ったんですね。そしたら非常に印象的な予言をいただきました。それは何かと、あなたの日常でこのような発言はありませんって言われて、一人で行ってね、で今に至るまで地を上がりますね。こんな発言はありませんでしたね。で感動するんですね。ああ神様は私の人生を全て知っているってですね。そしてね、シナイ山で神様に伝えなさいって言われたので、シナイ山に乗って朝から晩までそこにいたんですね。子供も一人いましたね、アラブ人で私は神様を祈り、そして賛美し、そしてですね、まあ、使いなさいって言ったら何やるか分かんないんですけども、ともかくやったんですね。そして降りていったんですね。そしてね、後から考えてみますと、それは重要だったなと思うのは、そこからいろんな働きが始まった。そこからいろんな動きが始まった。で明日はね、本当であったなということを感じます。で私は海外に行くことでたくさん の霊的な祝福と恵みを受けています。でまた、今回のイスラエル人においてもね、同様な神様の祝福があると実は考えています。ですからどうぞ皆さんもね、重みを感じる方がぜひいらっしゃってください。行きたいと思ったり、あるいは行かないといけないんじゃないかと思っている場合は、神の語りかけの可能性もある。あるいは全然興味ないんだけど、なんかこう神様に触れられている気がするとかね、祈っていただきたいと思います。で、お金がないとか質問がつかないという方もいらっしゃると思いますね。でプロモーションには行かないように、どうぞ借金をしていくということはしないでいただきたいと思います。でもね、祈ってください。もし御心ならば主はね、それを与えてください。で私はそれでたくさんの神様の導きを受けました、ね、で皆さんもね、イスラエルに行く前に体験、奇跡を体験する人もいらっしゃると思うんですね。ですからどうぞ願っていただきたい、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたい、こういうふうに思います。で神様とですね、私たちの体験、関係を考えるときに、神様は私たちを愛してくださっており、そして私たちは信仰を持って答えるという、これが神様との
基本的な関係ですね。で、神様はですね、私たち一人一人を愛しているんですね。で、私はですね、クリスチャンになった当初、私の友達に言われたんですね。なんて言われたのかというと、あなたは自分だけが愛されていると、ね、こう言われたんですね。でも私はね、自分だけが愛されているとは思ってませんでしたけど、自分は愛されていると思ってます。そしてですね、皆さん一人一人こう愛されています。で、お一人後のイエス・キリストを皆さんの身代わりにするほど愛されてるんですね。まあ、最愛の人というね、そういう言葉がありますが、私たち一人一人はみんな最愛の人ですね。そして神様はですね、私たちが益になることだったら何でもしてくださる。ところがね、自分は愛されてないと思う方も結構いらっしゃるんですね。でまた同時に自分がね、罪人だから神様の、愛を受けない、そういうふうに思う方もいらっしゃるんですね。でそれは、私たちはですね、クリスチャン生活を始めるときに、まあ、イエス様を信じて生まれ変わるわけですが、その時にですね、キリストに似たものになる、こう考えます。聖火の問題なんですよね。でその時にどういうことが起こってくるかというと、自分の力で愛そう、自分の力で許そう、自分の力で清まろう、こういうふうに考えます。でそうしますとね、これ立法になっちゃう。で聖書に面白いことが書いてあるんですね。立法を守ろうとすると守れないことが、自分がね、罪人であることが分かるんですね。ですからね、多くのクリスチャンはイエス様を信じたあとしばらく経って罪人だなってことが分かる。でもね、これが立法の役割なんですよね。それで私は何件もの、カウンセリングを受けました。で私のようなものは神の前に出れない、あの人は素晴らしいけど私は教会に入れるようなものではないっていうふうに言ってこられました。で私が罪人だって分かることはね、正しいことなんですが、だから神様が愛してない、あるいは神様の前に出れないというのはこと正しくない。神様はですね、私たちをそのままの姿で愛して、で我々が清まるということはね、望んでおられますが、全くそのままの姿で愛しています。で神様は皆さんの長所も短所も罪も全て一つ、詩篇の139編を見ますと、ここが書いてあるんですね。私たちが母の胎にいるときにもう全てが書かれた。でこれは何を意味しているかと、皆さんの人生書かれた、もうすでに書かれている。皆さんが死ぬこともすでに書かれている。そういうことなんです。特別な書があります。そして神様は知ってるんです。今までの私たちの弱さも失敗も罪も知ってます。そしてね、これから起こるであろう抵抗もあるいは失敗も知ってるんです。でその上で皆さんね、私たちはだから皆さん、私たちのそのままの姿を知っていてあります。もちろん神様はね、私たちを清めようとしておられます。でそのように働かれますが、しかしそのままの私たちは愛されているということですね。そしてそれを信じることが必要です。そしてですね、罪人である私たちに最高を与えよう、最善を与えるね。そしてそれを信じるということなんですね。で、ですから神様が私たちを一方的に愛してくださっているわけですが、同時に我々が信じることによって私たちの中に神様の愛が全うされるということが起こっているんですね。
で、この時信仰っていうのはイエス様の十字架によって完成するわけですけども、しかし旧約時代においてもすでに信仰の原則っていうのはですね、現れてるんですね、不完全な形ですよね。例えばね、こういうことが起こっています。どういうことが起こっているかというと、モーセっていう人、彼にね、十戒を神様に委ねられて、そしてイスラエルの指導者ですよね、旧約第一の人、素晴らしい人ですよね。ところが皆さんね、モーセはエジプト人を殺したんです。罪を殺したんです。殺人という罪、ね、立法から言えば死刑ですよね。しかしね、モーセは神の子です。そしたらどうなったのかというと、ね、イスラエルの指導者です、ね、最高の神です。でこの時にモーセをね、神様愛してくださって、モーセが悔い改めたことが書かれてますが、悔い改めたでしょう。なぜなら10回があるから、ね、その信仰を神様は受け入れて最善をする。ですからどういうことかというと、信じる罪人に神様の最高の恵みがある。例えばダビデの、これはですね、イスラエルで最も祝福された王様ですね。素晴らしい王様、信仰的な方ですよね。ところが彼は罪も犯して、皆様ご承知のように、奥さんたくさんいるのに、ね、バテシアマと会員の罪を犯して、でその旦那さんのウリアを殺した。立法から言えば死刑ですよね。そうなんです。しかしね、彼は悔い始めた。主は許されるんですね。そしてね、この罪人に最高の祝福を与える。ダビデほど祝福された人は見たことない。それとともにですね、ラハムという人もいます。この人はね、遊女って書いてあるんですね。つまり売春婦、この人売春婦。でこれはどこに出てくるかというと、エリコの城壁をヨシアが占領するとき、エリコにいた人です、ね、で彼女は神様を認めて、そしてですね、ヨシアにも登録、この罪人の人をね。しかしね、この遊女がすごい祝福を受けてくれる。何の祝福を受けるかというと、イスラエルに残って繁栄するんです、この家で。繁栄するだけではなくて、お孫さんかな、子供だったっけ、子供はボアズなんですね。皆さん、ボアズって誰だか知ってます？ルースって人もいるでしょ。ね、皆さんね、ルツっていうクリスチャンネーム持っている人が今分かんなかったら楽だい。ね、ルツの皆さんね、旦那さんなんです。そのお母さんなんですね。そしたらね、ボアズの下に誰がいるか知ってますか？何代か下、数段下にね、ダビデがいる。その末に誰がいるか知ってますか？キリスト。この遊女が悔い改めた遊女が最高の祝福を受けた。で皆さんね、信仰を持った罪人が主の祝福を受ける。まあ罪人でない人は一人もいませんよね。そして皆さんね、私は神の前に出れるようなものではないと皆さん思ったとしたら、それは正解です。ね、私こそ神の前に立てるなんて思ったら、ちょっと気をつけていただきたいというふうに思います。
かしね、その者たちに最高の祝福を、で、これ極めつけはですね、マナセです。マナセは、ユダの王なんですね。ところがマナセの罪によってね、ユダの国は滅びます。これの罪なんです、このマナセのね。そしてマナセは一体何をしたのかというと、アシェラとかバールを拝んだという、偶像の神を拝んだ、それから神の宮に偶像の像を建立したんですね。それから霊媒とかね、口寄せをして、それとともに自分の子供を生贄に捧げちゃった。そしてね、罪のない人たちを殺しました。血が満ちた。それで極めつけは、預言者イザヤ、大預言者ね、イザヤ書の著者、これをね、ノコギリ引きして殺した。恐らくこれは事実、私ね、こんな人いないと思う、ね、ヒトラーだってそんなことしなかった、ね、偶像のまさにこんだけやった人がいますよね。で、私だったらですね、切り刻んだよね。ところがね、このね、マナセって悔い改めたんです。そしたらね、何が起こったのかっていうことですね。エルサレムからね、追放されちゃってたんですが、エルサレムに神様を戻してくださった。そしてね、彼の罪はユダが滅びるということで罰を受けた。しかしね、彼は彼の罪の罰を受けてないんです。しかもね、私は伝道者っていうのは最高の祝福だと私は思ってます。具体的にね。すまなせね、神の器になっちゃったんですよ。この殺人鬼が。以前をのこぎり引きした者が、悔い改めたんですよね。そういった祝福を受けてた。聖書は66巻です。これは曖昧ない神の言葉ですね。ところがカトリックはプラス 7かな、今かな、プラス7なんです。ですからカトリックの聖書の数は73巻くらい。でこのプラス7をプロテスタントでは形骸点っていうのは準聖点っていうんですね。準聖点っていうのは、66巻は聖点ですね。それに準ずるもの、特別な権威を与えている。この中にね、マナセの名が、これはマナセが悔い改めた時の祈りですけれどもね、このマナセ、神に用いられたと思います。そしてね、その時に一つ感じるんですね。何かというとね、各々は神に認められたね。実際上やったことから考えると、我々もはるかに大きな罪人ですよね。石川五右衛門よりも広い罪人なんですね。どうも皆さんね、感謝の私も愛してるなと、ね、そしてね、皆さんね、悔い改めた罪人に何が起こっているのかというとね、いいですか、罪が許されただけじゃないんです。皆さんね、最高の祝福を与えられた。最高の恵みを与えられた。それはどうして神様ね、こういう例を挙げてるかというと、これはね、あなた方でもそうですよってこう書いてある。そしてね、今日の御言葉でこう書いてあります。何と書いてあるのかというと、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。これは聖女であってね、大祭司だけが入ったということですけれども、神の特別な交わりを意味します。この神の特別な交わりというのは特別な祝福を表します。またこの交わりの祝福は第一であり、さらに私たちが、ね、祝福されていることを表します。これは何を言ったかというと、信仰によってイエスの血によって大胆に神の
恵みを求めなさいってことですよね。もちろんね、我々が祝福されることはその一つでしょうけども、もっと大きな祝福があります。それは、皆さんを通して祝福がいろんな方々のところに行くことなんですね。皆さん、罪人は持ち合い、ダメなものは持ち合い、足りないものが持ち合いので、ふさわしくないものが持ち合いので、そしてですね、神の前に出れないものが持ち合いので、悔い改めて、そして、イエス様の十字架を信じた、死を信じたものですね。で、それが通して神様は豊かな祝福を表し、そして豊かな祝福を進めるんですね。それが起こってくるっていうことをね、どうぞ覚えてください。それいえ、信仰によって、ね、イエス様の血によって大胆に主の恵みを求めるとともに、大胆に主の働きを、ね、求めていただきたい。こういうふうに思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご予報と宮沢を荒らしてください。お祈りします。何かこう数えてる方がいらっしゃるんですが、数えないで主に従うように、すべては益となります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご予告と宮沢を荒らしてください。何か信仰の歩みをして失敗した人がいて、そしてちょっと不信を持っています。しかしその信仰の歩み自体が正しい対応ではなかったら、信仰の歩みではありませんでした。それでそれを祈って、どこが問題があったか、何がまずかったかっていうのをしっかりと捉えて対応していくように、その時にはっきりと主の技を見ることになります。天の様、どうぞ豊かに導き、社員が良くて皆さんを笑ってください。何か人間関係で非常に不愉快な思いをした方がいらっしゃるんですが、その方は誤解しています。それゆえ、実際はそういうことではなかったのですが、非常に誤解しています。しかし誤解したことによって逆に気づいています。丁寧に感謝して、罪があったら悔い改め、主の知恵、また主の意見を求めるのを見せてもらっています。その時はっきりとその方に主は示しています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で次の、悔い改めの時を見せたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天皇様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お一人ずつのカードを信じて、お悔やしをお願いしてください。イエスキリストの宮内、病の力を打ち砕く。イエスキリストの宮内を止めて、お一人ずつのカードを信じてから病の力を打ち砕く。イエスキリストの宮内と、お一人ずつのカードを信じて、癒され。イエスキリストの宮内と、お一人ずつのカードを信じて、癒しを止めます。何か背骨がちょっと問題がある、曲がってる方がいらっしゃいますね。これが皆さんに感謝していただきます。また、喘息の方、肺がちょっと悪い方がいらっしゃいます。これが皆さんに。天の様、蓄能の方がいらっしゃいます。イエス様、宮内、お人お人の家族としての宮内、イエス様、お名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤさん。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人と共に、常しえ生にありますように。アメン。はい、集会はこれで終わります。長老の方々が必要な方のためにお祈りしてくださいます。Please come forward.